どうも、平天くんです。平天くんツアー in 玉三郎ということで、今回は新潟県内で展開されている玉三郎さん家のうちの6店舗回っちゃおうということで、2店舗目こちら、新潟県新潟市東区にございます玉三郎武雄店さんに来てますということで、前回1戦目が負けてしまったんでね、ここはね勝ってね、シューシューちょっとね、もうウフフがちょっとなくなっちゃったんだけど、まあね、トータルシューシューがプラスになればで、海の幸お酒がね、いただけるということで、これね、シューシューをねプラスにしていきたいんで頑張っていきたいと思います。ということで、今回この回からね、動画を見てる方のために簡単に、ルールの説明をさせていただきます。平天君が次戦で負けてしまうと罰ゲームが待っております。お願いします。はい、サイコロ振って1が出るとケツバット、2が出ると白ハドリ、3が出るとハリセン、4が出るとヘディング、5が出ると風船爆破、6が出るとスネギロチン、以上となっております。ということで、白ハドリは食らっちゃったけど、もうね、こっから先は全勝でいきたいね。早速行ってみたいと思います。えいえい。入店、やってきました、玉三郎武雄店さん。それでは早速店内のデータを見に行きましょう。なかなかですね、もうね、普通機 CR フェニックスというね、チューリップ台のようなものとか、海もあるね。なんかこれもすごいね、ラッキークラウン。なかなか、あ、京楽さんなんだね。こいつは知らなかったよ。面白そうだな。まあいいか。ということで、じゃあね、スロットコーナーになっちゃうかな、やっぱな。まあちょっと花シリーズ、スペシャルに詳細に、3花に、はいはい、詳細マックス、配備、そして山陽さんの海物語のね、まあ一応、海物語、スカイガールとかね、いろいろ、ラインナップ豊富、定価専門店ということでね、何打とうかね。お、バイオハザード5も入っております。すごいね。さあどうしようかな。さあラインナップ的に何打つかね。はい、ということでね、平天くん、ちょっとね、ちょっとバラエティの方で、ね、狙えそうな台というか、まあ打ったことない機種というかね、これでいこう。こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで、閉店くん2店舗目、こちら武雄店さんで選んだ台はパイオニアさんのね、塩サー30ということで、スタート。置いとくね。ということでね、行ってみたいと思います。お座り一発チャンス。なかなかちょっとこの、なんていうんですか、カラーというか、見たことないかと思うんですけど、パイオニアさんのこう花シリーズというか、福岡の方でですね、なんだったっけな、なんかの台をですね、ちょっとパネルをね、この青系に変えて出したところ、すごいね、稼働が上がったということで、
結構向こうでは花々といえば青な言い切れないけど、まあとにかくね、このね塩沢のパネルがすごい好評で、なんかもう本当、まあ今ちょっと分かんないですけどね、僕が行った頃はもうね、この塩沢カラーの花々がいっぱい、ハイビスカスがいっぱいありました。撮影で打つのは初めてです。最初の投資が、160枚、バケではダメ、バケなら2回。あ、借りました。残り5分を切ったところで買ってくれましたよ。しかも音楽鳴ったね。さあ頼むよ、ビッグでお願いします。はい、バケなんだね。ということで、ね、レギュラーの獲得枚数アップ手順がありますね。こう書いてありました、中リール、中段にバーを、あ、これでいいのか。で右適当で、赤棚をビダビダかよ、中段にビダ押し。はい、これでこれを一回取って、あとは、順押し適当押しで消化すると。まぐれでビタが決まっちゃいましたけどね。これもう結構多いやつか。あ、はい、ということで175枚の払い出しで終了ということで、残りは3分来ちゃったんでね、急いで行ってみたいと思います。お座りじゃねえや、1ゲームレンジャーです。残念、追加だね。さあ1分を切りました。やばいよ、よく回るね。まだクレジットですよ。チェリーだね、やばい。あー残念、胸、あーテンパんない。あ、一応ね枠下に揃ってます。胸、果たして何枚でしょう。早速流してみたいと思います。えいえい、何枚だ。じゃ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 ら、100枚いくだろう。おなんと、はい、はい、今回の結果210枚やったぜ。はい、実戦終了、実戦終了ということで、ね、2店舗目こちら、玉三郎武雄店さんで実戦した機種は、パイオニアさんの、塩沢30ですねを打ちまして、投資枚数が、6.25 円ということでね、最初に160枚出てくるんでね、160枚のなんと獲得枚数ね、レギュラーだったんで負けたかなと思ったら、なんと210枚ということでプラス50枚です。やりました。まあね、その最初の160枚のうちのね、何枚使ったかちょっとね自分でも把握してなくて、何枚目で光ったのかちょっと分かってなかったね。まあ今日もな、化けちゃダメだなと思ったらね、なんとプラスでした。ということで罰ゲーム回避ということでね、これで1勝1敗、そしてね、まあ3枚はちょっとねプラスには持っていけなかったんですけど、まあまだあと4戦あるんでね、まあ、きっちり差をね詰めていきたいと思います。ということで今回撮影に協力していただいた、こちら玉三郎武雄店さんの宣伝をちょっとだけ、まあね、バイオハザード5だったりとか定額専門店なのにもかかわらずね、話題の信頼が打てちゃうということでね、まあそちらの情報は PR とまたはメール会になってね、情報をゲットして、こちらこちら玉三郎武雄店さんに来ちゃってください。あとですね、懐かしい台なんかもね結構
チューリップ のような台だったり、ホースケだったりとかね、ああいう台もねあったりするんでね、そういう台が打ちたい方もぜひこちら玉三郎竹尾店さんに来ちゃってください。ということで閉店くんは勝ったので罰ゲーム回避、罰ゲーム回避ということでね、罰ゲームは見たい方はね過去に遡っていただければ結構いっぱいやってるんで勝つことよりも負けてることが多いからいっぱいやってるんでね、そちらの方をチェックしてね楽しんでいただきたいと思います。ということで、ね、3店舗目に行ってみたいと思います。えいっ、京店さんね、いい店だねということでね、いい店だね、ステッカーもね、この辺にね、ということで勝手にね貼ってっちゃう。ということで竹尾店さん、いい店だねー。